ックマネジメントの森健一の息子です。今日のテーマはこちら。今日のポイントはこちら。それではどうぞ。2つ目のシーンは、一番下の妹のメイちゃんがトトロに初めて会った日っていうのがあるんだよね。メイちゃんが庭で遊んでたら、中トトロ、小トトロってちっちゃいトトロたちをメイちゃんが見つけて追いかけていくの。ちっちゃいトトロたちが逃げ込んだところをずっと追いかけていったら、それが実はトトロのお家に通じる通路だったわけ。だからメイちゃんはそこをブワーッと一緒に通っていって、ボーンってトトロのお腹の上にボヨヨンと落ちてね。それがメイちゃんとトトロの初めての出会い。で、そのままメイちゃんはトトロのお腹の上でふわふわ気持ちいいから、そのまま寝ちゃうわけだけど、寝ちゃって気がついてパッと目が覚めたら、もうそれはトトロのお腹の上じゃなくて、遊んでた庭だった。で、サツキちゃんが帰ってきて、メイちゃんが、メイがいないって言って、探しに行ったらメイがそこで寝てたから、ダメじゃないこんなところで寝てちゃって言ったら、メイちゃんがトトロに会ったんだよっていうね、来て来てってこの通路行ったらトトロの家なんだよって言って案内するんだけど、実はそれはトトロの家じゃんにはもう繋がってなかった。その通路は塞がっちゃってたんだよね。でメイちゃんも思うわけだ、本当に私会ったんだよって、嘘ついて、私嘘つきて、嘘ついてないもん、私本当だよって言って必死で説明しようとして、ちょっと泣きべそになりそうなの。ここからメイちゃんが泣きそうになった時に、サツキちゃんのお父さんのことをふっと見るんだよね。このサツキちゃんの視線が実はすごいの。メイちゃんがメイ嘘つきじゃないもんって泣きべそになってる時に、サツキちゃんはお父さんの方を見る。その時にサツキちゃんがどういう思いで見てるかっていうと、きっとおそらくだよ、お父さんならきっとメイのことを信じてくれるはず、お父さんだったらこの状況を何とかしてくれるはずというような視点で見ているというふうに僕は思うわけだよね。でサツキがお父さんを見つめたその後のお父さんのセリフがすごい。ちょっとメモしてきたんだけどこれね、そのセリフは、お父さんもサツキもメイが嘘つきだなんて思っちゃいないよ、メイはきっとこの森の主に会ったんだ、でもいつだって会えるわけじゃない、メイは運が良かったんだ、さあ今から会いに行こうっていうわけですよ。これすごくない？すごい、すごくない？お父さんはメイのこと嘘つきなんて思っちゃない、思ってないよって言ってるんじゃないの？お父さんもサツキもメイのこと嘘つきだなんて思っちゃいないよって言うんだよ、まずね。で、これはサツキの期待のにバッチリ答えてるわけだよ。言葉を話してないのに。ちゃんとサツキが何を期待しているのか分かってる。お父さんはね。だからすごい、この言葉が。で、メイにね、いつだって会えるわけじゃないんだよ。運が良かったんだよ。メイはすごい子なんだよ、トトロに会えるなんてっていう風に言ってないのよ。メイは運が良かったんだよ。いつでも会えるわけじゃないのに会えたなんて、メイは運がいいねっていうのね。これがメイを、本当私ってそんな運がいい子なのっていう喜びに導いて、場の雰囲気をまた変えるんだよね。風呂場と同じ小さなセリフ一つで場の空気を一気に変える、このお父さんの凄さ。これね、何がすごいかって、確かに子供を信じるというお父さんの凄さとかね、部下を信じる上司の凄さとかいうこともできるかもしれないし、でもね、実はもっとすごいのがサツキの表情っていうのは、そういうことなの。これは信じることよりも大切なことは、信じてくれるはずだと感じさせること。サツキはお父さんならきっとメイのことを信じてくれるはずだっていう信頼を、そういう視線だったわけだよね。そう感じさせてるお父さんがすごい。そしてその期待に見事に応える回答をするわけだよね。この会話術もすごい。だからお父さんのリーダーシップはやっぱりすごいんだよね。最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さん楽しんでいただけましたか？この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と、この動画がいいなと思ったらチャンネルグッドボタンこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。